つだけは手に余る。自分の宇宙が消滅するのを何とも思ってない異常者だ。シドラ、お前以上に破壊神っぽいぞ。ならば最強ではないか。裏切るやつはまた裏切る。そんなことは分かっとる。その時はわしが破壊すればいい。そんなにうまくいくわけがないだろう。時間入れ、まあいいでしょう。何をやってるんだお前。はあ、いつまで油を売っているのかと見に来てみれば。説明しろ。あれは破壊のエネルギーじゃないのか。私も食らいましたが、大したことありませんでしたよ。そうじゃない。お前まさか他の宇宙と通じているわけじゃないだろうな。待ってくれ、オラが油断したんが悪かったんだ。フリーザさんは他の宇宙の情報を手に入れようとしてくれたのではないでしょうか。さあどうでしょう。悟空、お前は腹が立たないのか。そらよ。でもフリーザが最低最悪な野郎だっちゅうこと忘れてた。オラも悪いし。僕は納得いかん。確信しました。宇宙の消滅がかかった今回の大会は神々さえも手玉に取ることができる大チャンス。最後に笑うのはこの私。いつまでも好き勝手はさせませんよ、ビルス。